はい、それではですね、今日のイベントは無事参戦終わりました。今後ろにいるんですけど、CBR250RR きよし君が来てくれたんで、一緒に今から帰ることになりました。それじゃあですね、今からスタートします。行きましょう。これがきよし君の CBR250RR です。超かっこいい。今日はこの2台で走っていきたいと思います。で、今から行くところなんですけど、実はある一本の電話が入ったんです。この一本の電話の相手のところに今から行きます。それは今からカツさんがですね、サーキットに行ったりするのがすごく必要なものなので、一度ちょっとちゃんと買う前に見ておいたらっていうことで今回向かっております。うえー、かっこいい。ウェアもかっこいいですね。GoPro でどういう風に見えてるんでしょうか。並走しております。CBR250RR。候補がある。2台あります。候補2台あるね。1台はこれです。1台はこれ、はい、スクラム版。ほうほうほう。候補がまずこれ1個ね、うん、こんな感じで、うん、まっすぐつむぎょうと、うんうん、何だとちょっとここがへこんでるよっていうのが、そんなん別に大丈夫、どうでもいいみたいな。どうでもいい。距離が67,000km です。うん、こういう感じね。オートマやん。オートマです。よかった。こういう感じね。はい、はい、うん、ほんで、うん、で、うん、ちょっと難がありまして、うん、これこれ、うん、オイルのメンテがちょっと悪かったんですよ、うん、なんでちょっと煙が出るかもしれない。ああ、白煙が出る。ちょっとオイル食うとるかもしれない。ただまだ距離も若いんで、うん、まあ、ワコーズのプロセージと、あとその内部洗浄するやつ、うん、こう入れていくと、どんでくんちゃうかなとも思うんですけども、うん、距離が若いんやけど、ちょっとエンジンが圧縮の方とかは大丈夫なんですけど、うん、ちょっとそこが嫌かなっていうのが。なるほど。予算を考えると、このサドルで入ってきたやつですか、とてもじゃないけど値段が合わないです、うんうんうん、買い取りに買ってくると全然値段が合わへんので、うん、まあ、まあ、カスタマーどれほど乗るのかにもよるっすよね、うん、ほとんど乗れはれへんやろうから、うん、これでもいけるのかなと思わんでもないんですけども、うんうんうん、ちょっとエンジンに、うん、もうちょっとメンテナンスしてくれとったらよかったのにっていうふうなのは、うんうんうん、ほんで、で、もう一台が、うん、これが言うたら一番安いぐらいなんですよね。集中度あるこれかそんなのわけないですよ、ね、俺が欲しい違うかもう内装とかもだいぶちゃうっすね。ほんまやね、うん、だいぶ豪華ですこっちの方が。確かに。スライドドアも出てるから電動ドアも見るし、うん、綺麗やねこれが距離が、13万3000。うん、エンジンをかかり始めも変な音もせないんで、うん、エブリーってこの冷気時からの始動の時に変なばらつきがあったりとかすると、ちょっとダメ、エンジン本体のダメージが怖い。あ、もうこれ一個の目安なんですけど、うんうん、まあ、悪くないと。冷気時からの始動は全然悪くないです。エブリーってでもさ、ほんまにだからずっと乗ってる人は何歩ぐらい乗んねやったっけ。そうですね、でも20万ぐらいが一つの目安。20万、まあ言うたらやっぱ10万キロぐらいでそろそろどうするっていうのがあって、あとはまあ大きいトラブルが出たら乗り換えるわっていう人が多いですね。まあそうやな、うん、10万キロと乗ったことないもんな俺、はいはいはい、
車で10万キロって。あとこっちのシートの方がいろんな使い方ができるんですよ。スライドがあってとか、リクライニングができるとかするんですけど、あのさっきのバンと違って、スライドとかスライドがついてあったり、このシートが分厚いものがあるんで、フラットになった時にってこと？そう、フラットになった時にちょっと盛り上がるんですよ。ああ。それがあれね、確かに。これがちょっとバイク乗せるときに邪魔なんですよね。確かに。なんで、まあバイク乗っけてる人とかは、一個だけシートも外しといて、板張りにしてとかして。で、前まで乗って、まあ車検の時には絶対必要になってくるんですけど、パターンみたいに来たらダメなんですけど、置いとかなあかんねんけど、まあ普段の乗り心地はこっちの方が全然いい車かなとは。ちょっとこういう風な難点もあるよ。確かにね。でエンジンはこちらの方がターボ付きのモデルになるん であと4速オートマになりますんで、あの走りは全然こっちの方がいいですよ。僕は3速オートマのターボなしになるんで、どうしても走りはテーマの中では悪くなってます。13万キロ ね、見た目は全然綺麗やけどね。あと屋根が向こうのに比べて低いです。ロールーフっていうモデルがあるんで、ナビついてるやん。一応なんかポータブルついてありますね。ね。あとスピーカーとか、まあ、デッキとかもこっちの方がいいですね。ここはもう、ここにAM ラジオがついて、FMAM ラジオがついてるだけなんで、スピーカー何もついてないんで、CD もないし。タイヤはさらに変えます。さらに変える。これでいいんちゃう。いいですか。俺これでいいと思うけど、今車の買い替えを実際にやっぱ乗ってみてって。あれこれサイドスタンドどこやん。これあフットフットね。これ今の解除ほんまや。ブレーキめっちゃきつい。確かにガツンでくる。まあ聞かへんか聞くかで言ったら聞いた方がいいかな。まあ走ってる感じはね普通っすよ。全然普通。なんでそんな急にガツン。でもなんかやっぱまだ6万7千なので、乗ってて別にこうガタガタするみたいなのはあんまないですね。そんなにねパワーも求めないじゃないですか。だからまあこの高さ的なハイルーフ的な感じ本気出します。はいはい。 いんじゃん。悪くはないよ。悪くはない。全然悪くない。で清志くんもでもさ、はい、一緒に見たやんか、はい、めっちゃいいけど、はい、距離走ってるやつ、はい、でこれは距離走ってないけど、はい、まあ、グレードも下やし、はい、なんかちょっと危惧するとこがあるでマスクしてたやんか、はい、どっちがいいと思う。すごい悩み。悩むよな、はい、でパワーないって言ってもこういってる感じでは、はい、そんなにおかしい感じもないけどね、はい、個人的には6万7800って言ったらまだまだ走る距離やん、はい、まあ、普通今時の軽って10万キロメンテナンスフリーで乗れるぐらいのクオリティで作られてるから。ただ12、3年落ちちゃったっけ、はい、なんか言うてたね、はい、でも普通やな。全然普通に乗れるわこれ、はい、ここになって、はい、なんか音してますね。言ったから、それでもちょっとだけ不安になっただけで、はい、基本的には走りとか、ちょっとそこら辺もまだ全然入ってきた段階で、何も見れてないんで、主にさっき乗り換えて、あのキュッ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 ってな、なんか言ってますね。こういうの、ここに横揺れの時です、ね、横揺れの、マウント。でも基本的には全然問題なさそうですか。気に入ってる。ほんまですか。気に入った。
これでもやっぱりこの塗装がさ、はい、もうなんか全然ツヤないのはさ、これやっぱ愛が欠けてる。愛とあとまあ鈴木のとかまあ全体的にそうなんですけど、ソリッド、あのメタルが入ってへん塗装ってクリア振ってないんですよ。あ、こうなんね。なるんですよ。なんね、まあ磨いてあげないと。いや、まあ磨いてしまえばまあツヤ出るんですよ。うん、全然。これにしよう。うん、買おう。わかりました。これで休みから。はい。やっていきますんで、お願いします、はい、しっかりやらさせてもらいます。なんとお願いします。本当怖いんですけど、お願いします。じゃあです、決まりました。はい、これ買いましょう。ガッツ。